下古沢駅は、和歌山県糸郡久戸山町大和下古沢にある、南海電気鉄道高野線の駅。標高177メートル。駅番号は NK82。校内前景校内前景使用再開にあたり、再整備が施された下りホーム、南場型には急カーブがあるため、かなり手前から上下線路が分岐する。 防線駅化された2002年から2017年までの校内相対式ホーム2面2線の地平駅。山岳を経由しているため、駅舎とホームは、軽車面上にある。ホーム有効調和に、扉車4両。2002年に一旦交換設備が撤去されて、南場方面のホームのみ使用され、高野線端線区間では、唯一の防線駅となった。しかし、 2017年の台風21号の影響で、隣の上、古沢駅構内で、同床流出が発生し、交換設備が、使用不能になったため、上、古沢駅からの移設の形として、当駅の交換設備が復活し、再び相対式ホームに面2線となった。なお交換設備の復活にあたり、下りホームでは、内包線タイルの付設等の再整備が行われた。 電車とホームの間の間隔が比較的広くなっている場所がある。急行の山方面ホームは交換設備撤去後もしばらく手付け数の状態であったが、荒野花鉄道プロジェクトの一環として2007年10月から跡地に花屏風が設置された。しかし、前述の列車交換設備設置に伴う急下りホーム復元のため花屏風は撤去されている。 高野三電気鉄道時代は、高野下方面に、車庫もあった。2018年3月31日の、交換設備復活により再び駅係員が、常駐するようになり、乗車駅証明書発行機が撤去された。なお、開閉式ではないが、自動改札機があるため、スルッと関西、ピタパ、移行こかの使用は可能である。実際には校内に、 上記の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向けアプリ、南海アプリでは、下りが1番乗り場、上りが2番乗り場とされている。駅舎側が2番乗り場である。2020年度の1日平均乗降辞任は25人で、南海の駅では97位である。ありがとうございます。